ロアル・ヨケルソイは、ノルウェー、オルクダル出身のスキージャンプ選手。1993年3月に16歳で、スキージャンプワールドカップデビューするが若い頃は、さほど目立った実績はなかった。1994年地元、リルハンメルオリンピック代表に選ばれるも団体戦4位の成績を残したのみであった。1995年12月10日のプラニツァのラージヒルで、 個人戦初めて表彰台に上がる。1997年、自国トロンハイムでの世界選手権では、ノーマルヒル24位、ラージヒル6位、団体5位だった。1998年長野オリンピックでは、ノーマルヒル40位、ラージヒル9位、団体4位に終わる。1999年の世界選手権で、ノーマルヒル25位、ラージヒル13位、団体6位。 2001年の世界選手権でノーマルヒル20位、ノーマルヒル団体8位、ラージヒル団体7位。2002年ソルトレイクシティオリンピックではノーマルヒル18位、ラージヒル32位、団体では韓国にも及ばない9位に終わる。しかし、フィンランド人のミカコヨンコスキがナショナルチームのヘッドコーチに就任してから避けるそいとノルウェーチームの成績が向上する。 2003年1月25日、札幌でワールドカップ初優勝。26歳の時である。このシーズンの総合で自身初の1桁順位となる9位となった。彼は、この札幌大倉山ジャンプ競技場と相性が良く、通算11勝のうち5勝をここで挙げており、2007年の世界選手権でも不調のシーズンにありながら個人同メダル、団体銀メダルを獲得している。 2003年世界選手権では、ノーマルヒル18位、ラージヒル22位、団体戦では出番がなかった。皮肉にも、ノルウェーチームは1993年以来久々のメダルを獲得する。2003、04シーズンは、札幌で2連勝するなど、合計7勝しアンネ・アホネンに次ぐ総合2位となる。合計ポイントは、アホネンと10点差で、これは2014。 15シーズンに総合優勝したゼベリン・フロイントと同点ながら勝利数の差で総合2となったペテル・プレブツに次ぐ金差である。またプラニサで行われたスキーフライング世界選手権で個人団体の2巻に輝いた。伝統のホルメン・コーレンスキー大会でも初優勝を飾っている。翌2004、05シーズンも好調でノルディックスキー世界選手権。 ラージヒル個人銀メダルと団体銅メダル獲得し、ワールドカップの総合でも2年連続の2位となった。2006年のスキーフライング世界選手権で2大会連続の2冠になって、勢いをつけると続く鳥のオリンピックでノーマルヒルド、メダル、ラージヒル4位団体銅メダルを獲得した。2004年の4月には長男が誕生した。ありがとうございます。